カードゲームが最近流行っているらしいな。君もことあるたびに誘われているんじゃないか。私も例に漏れず今君を誘っているんだが、どうだ。君がカードを出す瞬間は毎回ヒヤヒヤするんだ。負けないか心配で、胃もキリキリする。決めたぞ、今回はこのカードで勝負する。君の勝ちだ。嫌なわけはないだろう。勝負だから、勝つか負けるか引き分けかのどれかだ。ただ少し悔しいんだけど。ちょっとだけだ。君がカードを出す瞬間は毎回ヒヤヒヤするんだ。負けないか心配で、胃もキリキリする。このカードはいいカードだ。いいカードは私を勝たせてくれるカードだ。だから勝てると私は信じている。引き分けだな。どうしてそんな楽しそうなんだ。不思議な子だな君は。君のカードを選ぶ基準を教えてほしいね。直感？それとも他に何か理由があるのかな。このカードはいいカードだ。いいカードは私を勝たせてくれるカードだ。だから勝てると私は信じている。あまり続くとトータルで引き分けになりかねないんだ。それだけは阻止したいところだが。グレイにも負け、君にも負けるとは。いや、絶対に私が弱いなんてことはないはずだ。ゲームは時の運。ああ、時の運だから仕方がないものなんだ。この前の会合で白ウサギがとても愉快な視線を送ってくれた。真っ赤な目で殺気に満ちた視線をね。なかなか面白い体験だった。またあんな視線をもらってもいいと思うくらいにはね。そうだろうか。俺は鈍い男だからな。無神経なことをしでかすかもしれない。悪かったね、無神経な男で。グレイが好きなのか。好きなのか。君は時計屋のことも好きなんだろう。私のことは。
なんで私の場合は沈黙が返事なんだ。時計屋のこともグレイのことも好きなんだろう。あ、じゃあ私のことだって。疑問符はいらないだろう。頼りにならなくて悪かったな。タバコはやめない。病院は注射されるから嫌だ。注射が嫌なら点滴でもいいですよ。注射も点滴も同じだろう。同じ針を刺す。しかも点滴の方が長い。針を刺したままじっとしていなければならないんだぞ。ゆっくりとポツポツと落ちる点滴を見ながら腕を動かさないように硬直していなくてはならないんだ。1ミリも動かないようにするために眠ってやり過ごすわけにもいかない。起きたまま見張っていなくてはならないんだ。針のついた腕に液体が流れていくのを。あんなの怖い。怖すぎる。ずれたらものすごく痛いんだぞ。ものすごくものすごく痛いんだ。痛い上に腫れて膨らんで、あ、思い出すだけで痛い。それに私は血管が細いらしくて刺す段階でも失敗されることが多いんだ。血管はなかなか出ないわ。出ても失敗して痛いわ。刺し直しだわ。動くとすぐにずれるから1ミリも動けない。くらいならよくならなくていい。考えるだけで痛いんだ。考えたくもない。考えずにいけるものか。あんな恐ろしい。俺と結婚した方がいいかもしれないな。それはダメだ。結婚など許可しないからな。私は君の滞在場所の主で、グレイにとっては上司でもあるし、君だってここで働いているだろう。ああ、クビにされるようなら他で働くしかない。ものの例えだ。クビになどしない。だからお前たちも結婚なんかしようとするな。Thank you.
最近は仕事があまり苦ではなくなった。いや、もちろん好きになったわけではないぞ。そうではなくて、君が手伝ってくれるから前より真面目にやろうという気になるんだ。少し失敗してしまったようですね。少しなんてものじゃないだろう。これは何だ？リゾットのつもりです。つもりでした。お前の料理ときたら、毎回どうしてこうまで壊滅的なんだ。料理のセンスがゼロだな。君はこの料理を見てそんなことが言えるのか。こんなゲテモノ料理、見るだけで。なんだと。してくれ、病気になる。無理に食べることないですよ。確実に悪化する。新たな病気になってしまいそうだ。あいつもよくもあまで泣き続けていられる。病気になりそうだからやめればいいのに。クジラ？意味のないことだよ。この世界のすべてのものと同様に、意味のないことだけしか泣かない。帰りたい。あのクジラは帰りたいって言っているのさ。いや、海にいたとしても帰りたがる。海の生き物は帰りたがるんだ。海よりもっと深い生まれた場所へ。海は全ての始まりと言われているからね。夢に近い。陸は意識を、海は無意識を表す。境が曖昧になっている今、この世界は夢に近い位置にある。どちらでもない中間地点だな。
心の深み、潜在意識、隠れた精神状態。海というのは無意識の世界なんだ。夢の世界だよ。今は不安定に陸と海が混ざり合っている。不安定なこの世界にふさわしい状態だ。とても曖昧な意識と無意識の境。君の世界ではクジラは海にしか存在しないものらしい。そう言っていたな。ということは君の世界にも海はあるんだろう。君の世界が現実でそこに海があるなら、この世界だって夢じゃない。海でない場所ではあるな。クジラもいる。同じ生物がいるんだからつながっている場所だ。いい加減言わせてもらうぞ。君は私のことをダメダメ男とか引きこもりとか言うが、全く見当違いだ。だいたいそんなことを言われてみろ。ああ、自分ってそんな目で見られていたのかと落ち込むだろう。そしてそうでないものもそうなってしまう。いい加減言わせてもらうぞ。君は私のことをダメダメ男とか引きこもりとか言うが、全く見当違いだ。だいたいそんなことを言われてみろ。ああ、自分ってそんな目で見られていたのかと落ち込むだろう。そしてそうでないものもそうなってしまう。カードゲームが最近流行っているらしいな。君もことあるたびに誘われているんじゃないか。私も例に漏れず今君を誘っているんだが、どうだ。ここでストップだな。このカードがこう引き分けか。君もはっきりさせたいだろう。もうカードはいらないんだな。私の勝ちだ。あ、もうちょっと。ストップか。そう、心を読めていないのかって。いや、それは。ここお遊び。前々から聞いてみたかったんだが、結局君は誰と一番仲良しなんだ。
なーに、ささやかな好奇心だよ。探してももう消えてしまっているぞ。星にかけるような願い事があるなら聞かせてくれ。いずれ叶う夢でも、今は遠い夢でも、私なら叶えてあげられる。きっと叶えてあげるよ。最近グレイと仲がいいようじゃないか。仲良きことはいいこと、美しいことだ。しかし、それもどれくらいの度合いかによるんだよ。君にプレゼントだ。きっと君に似合うと思って買ってきたんだ。大したものじゃないが、私の気持ちはこもっている。気まぐれでもいいから受け取ってくれないか。カードゲームが最近流行っているらしいな。君も断るたびに誘われているんじゃないか。私も例に漏れず今君を誘っているんだが、どうだ。君のカードを選ぶ基準を教えてほしいね。直感？それとも他に何か理由があるのかな。やっぱりこっちのカードに変え、冗談だ冗談。少しくらい手加減してくれたっていいじゃないか。何？手加減のしようがない？それでも頼むから手加減してくれ。決めたか。それでは私が場に出してあげよう。まだいいだろう、少しくらい早くても。このカードはいいカードだ。いいカードは私を勝たせてくれるカードだろう。だから勝てると私は信じている。君の勝ちだ。嫌なわけはないだろう。勝負だから、勝つか負けるか引き分けかのどれかだ。少し悔しいだけだ。ちょっとだけだ。君のカードを選ぶ基準を教えてほしい。決めたぞ。今回はこのカードで勝負する。君は私に勝ちを譲ってはくれないのか。いいじゃないか、得るものでもないのだし。待って、ちょっと待て。冷静に事実を受け止めたいが頭が回らん。ああ、卓上に広げられた結果を見ても認められん。疲れてるんだな。ということで、ここで私はリタイアする。結果は流しだな。嘘です、ごめんなさい。君がこの塔に滞在してもう随分になるな。正確にはわからないが、かなりの時間帯が経っただろう。いろいろなことがありすぎるほどにあったが、この塔に滞在してよかったとそう思っていてくれるならとても
君がここにいてくれて私はとても幸せだ。これからもずっとここにいてくれ。忍び込んでいない、堂々と入っている。表では邪魔が入る。ここはグレイにも誰にも邪魔されない場所だからな。君は奴の肩ばかり持つ。身分の高い者につく補佐としては当然だろう。そういうものだ。高位の者の妻となると発言の影響力も大きい。下手な者をめとれば使える者全体、治める場所にも悪影響になる。グレイにそんな手抜かりはない。意思確認ならできている。グレイが君に持ちかけた段階で私の意思確認は済んでいた。私も結婚してもいいと言っただろう。ああ、グレイが君のことをいいんじゃないかと言って私も了承した。そろそろ結婚を考えろとせっつかれていたからね。いずれしなくてはならないものだ。夢の中では時間なんてあってもなくても構わないものだが、外の世界は違う。引きずり出されたら今後も考えなくてはならない。それも外の世界独特の面倒事だよ。手順を踏まなくてはならない。身分とは厄介なもので決まり事が多いんだ。
君の世界だってこのルールに関しては同じはずだ。身分の高い者、貴族なんかは求婚に失敗できない。面目を守るために部下が動くんだ。まずは部下が上司の伺いを立てて相手に探りを入れる。求婚を受けると確定された後、ようやく本人同士で婚約となる。本人からの求婚は形式だけで、相手の気持ちは先に確認されているんだ。受けてもらえることが確定していないと、好意のものは求婚できない。君の世界でもそうだろう？それについては私も同感だ。私はそこまで弱虫じゃない。注射が怖いなら病院へ行かなければいい。断りが怖いならプロポーズをしない方がいい。求婚するなら断られる覚悟ぐらいは持つよ。それくらいの度胸はある。だが、これは相手の女性のためでもあるんだよ。直に求婚されたら断れない。部下が探りを入れている状態なら、お互い傷がつくようなものはない。きっぱりこっそりね。ご親切にどうも。断られるのは嬉しくないが、そうだな、君に求婚するときは心しておこう。直接断られること。間違っていない、君だよ。私が求婚するとしたら君だ。